緑亀の甲羅美味しいですか？知らん、食べたことないもん。緑亀の甲羅。いや、あれね、あの雑学がなんでできたかは後に公開されるからちょっと待ってて。すごいんだから今。何のことか分かんない人のために。これね。カナエ会長は緑亀の甲羅をしゃぶるのが好きで、味の違いでオスとメスを見分ける。その経験から聞き水ができるようになった。今では3メートルのヘビまで飲めるように進化してしまった。これまで食べた生き物の名前をタトゥーで入れているため、水着は NG である。好きな食べ物はトウモロコシ。そんなカナエ会長の好きな漫画はおいしんぼ。カナエ会長は緑亀の甲羅をしゃぶるのが好きで、味の違いでオスとメスを見分ける。その経験から聞き水ができるようになった。今では3メートルのヘビまで飲めるように進化してしまった。これまで食べた生き物ほんまに嫌かな。けどもっとエグいのいる。某国で終身刑が確定している樋口楓では刑から逃れるために日本に亡命している。これそんな樋口楓では日本の原宿が大好き。そして裏切り者は絶対許さない。休みの日は公園で一人ピクニックをしており、裏切り者は絶対許さない。好きな言葉はプニプニ。そして裏切り者は絶対許さない。某国で終身刑。ここやばい、ここやばすぎるだろ。緑さんもすごいよ。50メートル42秒の千賀緑はシャトルランの最高記録は2回である。悔しくなった千賀緑は最強になることを誓った。奈良の大仏の背中には千賀緑の拳の跡がある。ピサの斜塔を斜めにしたのは千賀緑である。そんな千賀緑だが、小豆バーに歯を持っていかれたため現在いる場である。将来の夢はインプラント。50メートル40。好き放題すぎるこのショート、マジで好き放題すぎる。これやりたい放題すぎるもんな。某国で週かない。怪我しないでね。はーい。子供の頃にした一番の大怪我とかってあります？何で怪我の話するんですか？自転車のチェーンで指詰めて、うわ、ちょ本当に無理かも。指パカーなって。ひー。あー。あれ保健室じゃん。あ、廊下で聞いてます。もうやめてください。一番痛かったかな。あーでも子供の頃はしゃぎ回ってて、バイクのマフラーの部分って熱いじゃないですか。うん、あそこを頭の側頭部あたりにジャーってなって。えどういうこと？だからレオスちょっと髪の毛あれな。え何が？悪い。何が？剛毛ですが。また髪の話してる。定期的にレオス、レオスハゲいじりみたいな。別にハゲてないのに。なんか分からんけど定期的にレオスハゲいじりされてる。本当に意味分からん。全然ハゲてないのに、なんで意味分からん。でも僕いつも なんでなんだろうなっていつも思ってるのに、ハゲキャラにしようとして企んで企ててるやつらがいる。欲しいな。ないからないからないから。服がないから、服が欲しいな。せめてこっちに来てから言うとよ。何飼育小屋にウサギとかニワトリいるやん。いる。あん時を思い出した匂い。酸っぱいよ。また酸っぱい。まあ、緑。葉っぱよ。葉っぱ。時々黄色。え、葉っぱじゃない。時々時々ピンク。え、何それキモ。ゲボ。ゲボっていうな。緑黄色ピンクはゲボ。コールスロー。なんかさ。生徒会、コールスロー。生徒会仲いいよな、こうやって見ると確かに。結構最近みどりさんがさ、樋口さんに強めのツッコミするんだよね。なんか、なんだろう、尖ってるわけじゃないんだけど、もう片パンぐらいの言葉の強さのツッコミしてることあって、仲良くなったなって思う。あと、生徒会だとね、変なことさせようとしてくる。レオスとアキナが。レオスとアキナが僕をネタキャラにしようとしてくる節があるね。鼻毛相撲させられたり、変な動きさせたり、かっこいいの逆を活かせようとしてくるんだよ最近。はい、そう、嬉しいよ僕は。でも楽しいし、じゃあぜひ皆さんね、7次元生徒会っていうユニットでね、こうやって日々毎週水曜日に何かしらのコンテンツを発信してるんで、よかったらよろしくお願いします。